昨日の台風対策何もなくて良かったです。ここは水いっぱい。あれ、え、エビが、え、なんでエビさん、あ、え、なんで急に、なんで急にエビさんが、ん、あれ、なんで、なんでブチ子は死んでんのよ。卵いっぱい抱えすぎちゃったのかな。それとももう卵いっぱい産んだから持病だったのかな。もう仕方ないことです。なんだこれ、貝でも食べてたの、あなた。メソブリって。え？知らんわ。こちらの水槽はみんな元気だな。この水槽も大丈夫でございます。ハリコが生まれております。こちらです。わかるかな。ブチ子の子です。ブチ子の子です。この子が無事故の最後の子でございます。さあ、これすべて撤収しましょう。水替えでございます。新しい水がここからこの容器に入ります。そして従来の水もここに入ります。ミックスされたものが一番上に上がります。あとは順番に回ってまた循環してここへ行きます。問題はここが詰まることです。なので常時こうして掃除をしてあげないといかんということになります。定期的にお掃除お掃除、もしくは外れちゃった方が早いね。ここはね、今回はいない。あ、あれ、うわ、いるじゃん。なんでこんなとこ入るんだろう。二段水槽上段リセットでございます。古い赤玉はとりあえず洗って、近く天日干ししてから、うわー雨だ。はい、妻が新しい赤玉を洗っております。はい、おっと、もうこの中にそのまま赤玉を入れます。よいしょ。1回目の洗った色、2回目の洗った色、赤
赤玉でございます。2回目出ます。洗います。綺麗な方の水で、これで水を無駄にしなくて済みます。最終赤玉のお掃除です。1,2,3,4,5,6,7,8匹8匹外にいました。1,2,3,4,5,6,7,8匹外にいました。そして、地下街に 1,2,3,4,5 地下街に5匹いました。よし、はい、ちゃんと今度は戻るよ、戻るよ。よし、なかなか出ませんね。よし、じゃあこのまま放っておこうか。君たち、さあ君たちはどうかな。よし、はい、君たちもすぐに出ない。少し待ってようか。さっきみたいに一斉にバンと出てくれよ。あ、さっきの子たちもこの中入ったということは、このまま、よし。生体まだ1匹も取ってませんが、お、やっとここに1匹いました。わあ、あなたたち本当にちょっと、よし、タモ1匹救ってしまいました。危ない危ない。よくしょ、よし、ちゃんと赤玉から逃げろよ。お前らちゃんと逃げてけよ。いる？よっ、よいしょ。いる？いません。あ、いた。ん？向こうの方。あ、3匹、4匹。2匹はいる。え、分からへん。そう。今、触ったへん。ん？そっち行った？2匹いる、こっちに。2匹。エビ1エビかもしれない。あ、先生結構弱っとるな。もうで、この白いやついるでしょ。この子だけが GFK やないやと思う。外します。1匹、2匹、3匹、4匹、5匹、6匹、7匹、8匹、
本当か。1、2、3、4、5、6、7、8匹。9匹。10匹。53。はい。50。この子が去年からずっとうちにいる子でございます。去年の最初ですね。で、あとの子がこちらにエビ2匹。で、1、2、3、4、53匹でございます。53匹にエビ2匹にこの子1匹という塩梅でございました。中段から水替えをしておりましたが、もうこれで終了にしたいと思います。